Ya terus kemana ini? Kayaknya balik. ファンたち。あ、それは天空のライア。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の手法だけど今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。ディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。えへっえへっ、ってなんだよ。とにかくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくて弦の方だ。君の出番だよ、異邦人。Apa ini? Are you talking about me? I don't know how to fix instrument. Ini aja, are you talking about me? 安心して。君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。よし、それを天空のライアーの上に落としてみてくれ。Let me give it a try. なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか？天空のライアーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで、なんとか天空のライアーの風元素がこれ以上枯れることを防いだけど、満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。 We will help right we will help right how do we do that? How can we make the violin cry? By hitting him? 今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて人気のないところでね。トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。 Leave it to me. いいね。英雄たちが互いを信じ一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。おい、お前サボって口だけ出すつもりか？弦を弾くのには手も必要だけど。ムカつく。よし、決めた。お前のことを銀遊野郎って呼ぶぞ。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し、
市場に流した。お、なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか。いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、その時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶だ。ゆっ、そういう形の遺物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。そこで僕が取った対処はその真偽に関わらず全て買い取ることだった。それがずっと続いた。今もね。僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは今も本物を入手できていない。わあ、どっちも本気だな。でもそれって今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。よっ、そしたらさ、特別価格で本物を譲ってやるよ。ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。Oh, udah selesai dialognya. Wah, udah lumayan deket sih tapi. Ya, sama aja jalan lah. Wait, oh dapat senjata. Wah ini box ini udah pernah gua ambil belum? Oh udah ini. Tapi dapat lagi. Arigato na, Golem. Masaka, konna tokoro ni ryū no namida ga aru nante na. Kishi toshite, sousaku ni kanshite wa jishin ga aru nda. Oh, tanomoshii.探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで不意に机の下で見つけたり、それと視線のコントロールも大切だ。熱い視線で探すと見つかりにくくなる。目の端で捉えるような不意に見てしまった感じで。それはコツって言えないな。結構使えるんだぞ。昔ペットのカメがいなくなった時もこれで見つけたんだ。神団長、カメを飼ってたことあるんだな。そうだが、いや想像できない。なんか意外だ。とにかく神団長のイメージと合わないんだ。あ、そうだ、ミルクの旦那なら分かってくれるよな。理解できない。僕も幼い頃に飼ったことがある。おかしくはない。ディルクの旦那も。Oke, langsung maju. Eh, ada box belakang belum gua cek. Rasengan. Bang.
adalah kita. Oh, itu di atas. これ。Ini dicek ini ada boxnya enggak? Oke. Enggak ada song. Wih. これ。おとなしくしや。Mekanis anginnya keluar berarti lompat. Terus, oh ini ke sini. Mumpung ada box, ambil. Oh ya, hampir jatuh. Ayo naik. Terus kemana ini? Oh ini ke tengah ini. Ah, ini dulu lah, nyebelin banget. Kena, kena. Terus yang ini. Usagi Hakusaku. Otonashiku shiyaku. Boom.こいつはどうだ。あ、いいね。Terus ke belakang. Oke, di bawah nggak ada box, di atas nggak ada box. Yatto atsumatta. Taihen datta na. Yudan suru na. Fuma ryu no jōkyō wa imada kikken na mama da. Sore ni Fadui no hō ni mo nani ka ugoki ga aru kamoshirenai.ディルック、最近ファディがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。
光栄なことだ。Rewardnya isinya cuma dragon tears。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とリルクの旦那にはどんな接点があるんだ？ファデュイは騎士団にとって厄介なだけでなく、モンドの脅威でもある。モンドを脅かす全てのものに対してリルクは。いいんだジン、君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。僕は個人的な美学をモットーに彼らの横暴さを嫌っているだけだ。仮に氷のスライムを丸飲みするかファデュイに入るか、どちらか一つを選ばないと。空から降ってきた隕石が大地を割り、その隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。リルクの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。Waduh, lawan itu ya. Oh, bisa ini pakai es. Terus di atas itu box. Lawan ini dulu. Ya, ambil dulu enggak ya? Ambil aja lah daripada yang hilang. Sebelah sana itu apa itu? Ada cahaya-cahaya itu. Oh bukan, biru ternyata. Oke, di sini nggak ada musuh lagi, langsung ke atas. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.